遅くなりましてすみません。大丈夫大丈夫、みんな来たばかりだよ。はい。今ね、次はどの辺探索しに行こうかって話してたんだ。正門、校内、講堂は行ったから、屋上、図書室、中庭や校庭も行っておきたいですね。特別教室も行こう。私は普通科だから、専門家が使ってる特別教室ってあんまり行ったことないんだよね。見てみたいな。わどこも行かなくちゃ。ねえみんな、とーっても大事なところを忘れてない？大事なところ？寮でしょ？寮生活はとっても楽しいもの。寮ももちろんなんだけど、ここ虹学と言ったらここだよ。この学食はしっかりみっちりパンフレットに載せてほしいの。そんなにもですか？そんなにもだよ。私編入するときに学園案内を見たけど、こんなにすごい学食って分からなかったもん。確かにかすみも学食は詳しく紹介したいです。かわいいパフェとかあるし、ここコーヒーも美味しいのよね。うんうん、虹学の学食はすごいんだよ。週替わりの限定メニューとか、月替わりの限定メニューとか、限定なのがもったいないくらい美味しいもん。時々やってる秘密のスペシャルチャレンジメニューっていうのも面白いですよね。多国籍なメニューも多いよね。やっぱ国際交流学科があるから？そうですね、そういうところは気を使っていると思いますよ。食べ慣れた食事というのは大事です。どれも美味しい上に栄養面もちゃんと考えられてるんだよね。これだけたくさんメニューがあるのに、そういうところにちゃんと気を使ってるっていうのはすごいことだよ。アレルギー対応も言えばしてもらえるしね。おお、学食すごい。でもでもハンバーガーはもうちょっと大きくてもいいと思う。日本のハンバーガーは小さすぎなんだよ。違う味のものを2つ食べられると思えばお得かもしれませんよ。それはそうなのかな。ミヤちゃん、今日は何食べるの？今日はオムライス。ケチャップでハート描いていい？やめてよ。前は喜んでくれたのに。ちょ、あれはびっくりしただけだ。アイ、ダンジもオムライスにハート描いてほしいわ。よっしゃ、おっきいの描くよ。じゃあ今日はランチもオムライスよ。ねえねえ、食レポをパンフレットに入れるのはどうかな。いいかもしれませんね。やったー、いっぱい食べてレポートするね。ええー、まあ食べ過ぎると午後眠くなるわよ。大丈夫だよ。そう、腹8分目にしても眠いしね。それは全然大丈夫じゃないです、かなたさん。